久々に百田直樹先生のツイッターを見たら驚きました。会見君主投資は有料チャンネルで私や他の人の悪口を言いまくっているらしい。毒舌が売りなのかもしれないが、陰口は男らしくないね。それにそこまで嫌いなら、私が書いたミニ看板、かまぼこ板に書かれたものを外せよと言いたい。私は会見君主投資の悪口は一度も言わなかったのに、私がワクチンに懐疑的という理由だけで、私や私のフォロワーの悪口をサブアカや有料チャンネルで言いまくるという行為はどうなんだろうね。まあ何度も言うけど、そこまで嫌いなら私の書いた看板を外せよと言いたい、とのことです。有料タイムでの悪口は人のこと言えないような、批判イコール嫌いとは限らないのでは、かまぼこ板外してって言ったら余計外さないのではなどと感じました。一時期は百田直樹チャンネルに毎月ゲスト出演していた会見さんが最近は出ないなぁと思っていましたが、はっきりと対立体制に入ったようです。かまぼこ板については2022年6月19日時点ではまだ設置されています。翻って以下の会見さんのツイートをカルトイコール百田先生と仮定して読みました。上海電力の件で橋本徹維新を潰せるネタがあるならそれに越したことはないが、ただ騒いだだけで終わった場合、あらぬ疑いで誹謗中傷を受けたということで橋本に同情する者が出てきてしまう。せっかく靖国ウクライナで橋本の評価が今までになく下がっていたのに、橋本追及側への世間の評価も下がる。本気で橋本徹を潰したいなら本物のネタで攻撃すべし、ただ騒ぐだけで終わったら橋本の思うツボ、それこそ影の安倍応援団と言われていた枝野とやってることが同じになってしまう。私はカルトの言論に裏切られたけどね。期待しすぎだったかもしれないが、カルト教祖が保守界の田原総一郎と化して保守の足を引っ張っている構図になりつつあるな。自分がかつて近くにいたグループがここまで地の底に落ちていくのは残念だが仕方ない。私には何が正しいかの方が重要だ、とのことでした。意見の対立があったのはワクチンに関することから始まっていたかと思いますが、上海電力の件でも割れ、保守界の田原総一郎とおっしゃっていることから完全に愛想を尽かしたような印象を受けました。維新についてはこのように述べておられます。維新が中国とべったりなのは疑いようがない。不正の証拠をつかむか選挙で落とすかで最後は詰めるべし。保守派の一部が完全に極右化したな。いくら相手が橋本徹でも疑惑止まりの件であんな罵詈雑言はありえねえわ。極左の安倍側が極右の橋本側になっただけ。私のように従来のアンチ橋本維新はやりづらくなったな。橋本積んだかとイギリ散らしていたようだが、ひとつき満札や日刊現代の安倍逮捕自民党崩壊と何が違うのかわからん。カルト教祖があれだけ毎日ライブを連発していたら信者は扇動されるだろう。たとえ中身のない空論であっても周りの腰巾着や太鼓持ちも止めないどころか絶賛して一緒になって煽る始末。創価学会や幸福の科学の信者に信者やめればと言っても絶対やめない。カルトグループの信者に言っても同様だろう。右派も左派も同レベルになり下がった。良識ある保守派は単なるカルトのファンクラブとは線を引いて正しい現状認識と言論を追求していかなくてはならない。高橋陽一さんもカルトのせいでいい迷惑だな。話を聞かずにあいつは維新から金もろうとるなんてリテラシーゼロのバカがやることだ、とのことでした。上海電力については私は近いスタンスです。維新は中国に利益誘導しがちとは思いますが、橋本氏の市長時代に違法性があるとは考えにくいとも思います。ただ疑惑があることも知らない人も多いと思いますので、ジャーナリストが疑惑ありと叫ぶのも無意味ではないとも思います。この状況は百田先生と会見さんが喧嘩したというより元さやに収まったという印象です。フリー法炸裂、会見君主党さんの過去の百田有本批判を潔く撤回という動画でもご紹介しましたが、百田直樹先生と懇意にされる前の会見さんはこのようなツイートをされました。保守評論家の個人的評価、100、
評論は正しいが、維新びいきが最大の弱点。有料放送で鷹の悪口を言っている人格破綻者。あり、石に百にくっついて、飯が食えていると図星をつかれて発狂、話術が劣る。か、評論は正しいが、話術が劣る。石、話術が劣るが、政局に詳しい。鷹、天才数学者、やや維新びいきが惜しい。とのことでした。視聴者としての会見さんは、これが素直な気持ちなんだと思います。仲良くされていた時は、本音を隠してお付き合いしていたところがあったように見えましたが、今の方が気兼ねなく発信できているように思います。保守同士でカルトなどとレッテルを貼るのは賛同できませんが、自然体の発信の方が会見さんには合っているようにも見えました。百田先生と進行が始まった時に、会見君主党さん中立性が失われたら残念だなぁという動画を出しましたが、今の方が切れ味がある気がします。百田先生の懇意見解の違いで仲違いは昔から変わりませんね。保守言論人はいまいち連携できないのは何なんでしょうか。ケンカー君こそ人間と連携できる能力ないんだから、そろそろ新生物とのコラボに力を入れなきゃね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。